はい、それではみたらし団子のですねタレを作りましょう。まずタレはですね砂糖使います。砂糖は大さじおおむね3倍ですね。まあだいたいですね、これでおおむね3倍と結構砂糖使いますよね。それから醤油はですねおおむね大さじ2杯ですね。僕は大さじ2よりはちょっと若干少ないかな、ほんのちょっと少ない感じ入れます。それとですね、タレにはですねお酒がね大さじの3分の1ぐらいをお酒入れます。それとみりん大さじ3分の1をお酒にしましたけれども、みりんをですね残り3分の2だからお酒と合わせてそうですねちょうど大さじ1杯分になるぐらいですかね。それとですね私の場合なんですけれども蜂蜜ですねこれをほんのちょっと垂らします。まあ、こんなもんですね。はい、それに水 100cc ですね 100cc を加えます。はい、あとはこれを、温めていきます。温めるときは強でいきなり沸騰させるんじゃなくてですね中火ですね中火でじっくり温める感じがいいかと思います。はい、それでとろみをつけますので、とろみはですね片栗粉使います。片栗粉をまあおおむねですけれどもこれも大体ですねそうですね大さじ3分の2程度ですかねこれくらい片栗粉取り出しまして、これをまあ水で溶いていくわけですね。これを水で溶いておきます。はい、溶いておきますね。タレの方はですね、だいぶこうね、温まってきましたね。はい。で、直前ぐらいですかね、ちょっと泡がこう出てくる様子を見ながら、はい、今ちょっと泡煮立ってきましたね。したらちょっと弱火にしまして、溶いたね片栗粉を少しずつこう入れていきます。まあこの辺はねこうドロッとした感じの好きな方は多少片栗粉を多めにしますし、まあそうでない方はねちょっと少なめにして、まあこの辺は好みだと思うんですよね。ドロドロ感がドロッとした方が好きな方もいらっしゃいますでしょうし、そうでない方もねもちろんいらっしゃいますでしょうから、あ、僕はちょっととろみ多少強めの方が好きなので、まあこういうふうに多少
片栗粉多めかもしれないですね。でとろみをこうつけていきます。で沸騰させるとね、とろみがちょっと強みになりますので、最後はですね、ちょっと強火で一回グダグダ、はい、こうですね。はい、これで出来上がりです。これで出来上がりです。はい、まあこの程度の粘りで。ちょうどいいんじゃないでしょうかね。はい、これでタレの方は、はい、完成ですね。はい、できました。